ありがとう。着替えた。そう、一応大した予定はなかったので、一応外に出れる格好にしました。さすがにジャージで歩くのはあれかなと思って。めっちゃ紫でしょ。時々レッスン着に着てっちゃう。魔法の呼吸さん、ありがとうございます。ミラーボールありがとう。どうかお疲れ様、ありがとうございます。かわいいでしょ。ハロー、ありがとう、来てくれて。かわいい、ありがとうございます。はい、お昼はラーメンを食べました。やった。そう、ラーメンを、あ、竹澤さん選ばれありがとうございます。ありがとう。醤油ラーメンを食べました。美味しかった。ポテトも食べたね。美味しいもやしがあるんだよね。2個も食べちゃった。あ、あきさん、ミラボールありがとうございます。ありがとう。どうも。ちょっと待って。おすすめの香水だって。何ラーメン、おすすめの香水。前髪やばい。そんなにやばかったか。あ、さあちゃん、ハートありがとう、来てくれてありがとう。待って、おすすめの香水。私今そんなね、歩ける状態じゃ。ちょっと待って、大丈夫かな。すぐそこにあるんだけど。なんかね、これ消えても大丈夫かな。すごい心配しちゃう、いつも。あ、どうぞ。だって消える。よしよし。うーん、どれがいいかな。わかんない。荒れてんだよね。片付けないと。学校のものが散らかってる。本当ね。でもね、私がいないと余計知るしかないよね。そう。今日はね。まあ、話は戻るけど、醤油ラーメン食べたの、美味しかった。夜はね、さっきピザ食べた。すごいでしょ、食生活本当にやばい。なんか、なんだろう、おすすめの香水、私わからないんだよね、あんま。持ってるけど、香水ってあんまり学校だからさ、私つけなくてさ。そうだから、つけれないから、なんかちっちゃいのでいいかなと思って、いつもこういうのにしちゃう。ちっちゃめの買っちゃう。ジューシーアートのね、バニラの香り。あ、めっちゃ香る。これが好き。そう、ジルのバニラの香りが好きかも。一番超いい香り。あ、でもね、よくあるこういう、なんかわかります？ディオールのはもうコロコロが好きなんですよね。楽だから、ミストより。最近はディオールの、なんだ、光って見えない、オーデパルファン、これ
なんか甘い香り結構好きなんですよ、個人的に。そう、でも夏って甘い香りってちょっときついからつけないようにしてて、夏はさっぱりしたようなもの、大体あんまりよくあるやつとかだったらこういうのとか、あと友達にはねこれもらった、香水じゃないか、普通に。そう、同じの買いに行こう、面白い。同じにする。うん、あり。あ、金木犀の香りも持ってますよ。そう、金木犀もロールタイプなんだよね。うん、すぐ持ってこようとする、やめた方がいい。そう、金木犀のやつもロールタイプでめっちゃね、入れ物が可愛いの。そうね、ディオールの香水もいいよね。使い切れないと思う。使いけどね。自由すぎない？今日自由だな。おいしょ。これ可愛くない？見た目が可愛いの、まず。金木犀の香り。このキラキラ。金木犀だ。いい香り。後で片付けよう。ありがとう。そうなの、季節によって変えるんだ。みんなは何が好きですか？おすすめあったら教えて。また白くなった。なくなってるよ。そうね。岡田同盟のインスタから来ました。あ、ありがとうございます、佐藤さん。嬉しいです。嬉しい。すごい、私岡田さん大好きです。 そう、大好きすぎて全然お話できなくて、そう、話しかけるのがちょっと、もともと先輩に話しかけるの苦手なので。あ、ウルクルクセンブルクさん、こうちゃんありがとうございます。ありがとう。まい、こんばんは、フル。 こんばんは。そう、お母さんが金木犀の香り好きなんだよね。明日ね。お、てむちゃん吠えてるで。明日ね、学校あるからな。ね、片付けまーす。バラの香り。へえ。嬉しい。研究生のロドス泣けてありがとうございます。嬉しい。そう、のんちゃんと一緒に行きます。いつも岡田さんのもとへ。もうお話できるようになったの武道館で。ぐらいかな。しかも全然ほぼ。 お宅の友達がソララの良さにやっと気づきました。嬉しい。やっとですね。やっと時代に追いついてきましたね。 うるさいマジで。 ぜひぜひ皆さん一緒に山崎をしていただければ嬉しいです。あ、そうなんです。大西さんともお写真を撮っていただいてですね、嬉しかった。とても優しくて、なんで、
あんなに素敵なのって感じ。肌を生で見れるの楽しみにしてます。買ってね、頑張ります。ありがとう、楽しみ。話し会完売出てたね。ああ本当ですか。そうですね、そうですねとか言って、なんか何だっけな、ファンの方々がお話し会のあの予定みたいなの作ってくれるんですけど、そう、それにソールドアウトって書いてて、わあありがたいと思いました。ハロウィンの日かな、分からんけど、仕方かな。たくさんで日々お話ししましょう。皆さん待ってます。フルアルコンサートでいっぱい見つけたよ。ありがとうございます、嬉しい、つけてくれて嬉しい。そうなの、今日はうちののんちゃんが前座に出ておりました。えらいよ、疲れてるのにえらい。まさちゃんものんまさ、まさのん、わかりませんけど出てましたね。可愛かった、マジで。写真見たけど最近それら可愛さ増してる。本当に嬉しい。なんだろう、なんかあったかな、なんかあったかな。私足の具合は、足、そう足ね、さっきリハビリ行ったんだけど、まあなんとか、ちょっとあざになり始めてるけど、まあなんとかなるでしょう。そう、皆さん乗り遅れないでもろて。あ、ミカちゃんだ、また来てくれてありがとう。みんな大好きソララちゃん、あーありがとう、私もみんな大好きだよ先輩も後輩から話しかけてくれるの待ってるから話しかけた方がいいよ。本当ですかね、本当に話したくて、たくさんたくさん。明日お台場でハド行くよ。あ、嬉しい。ソララさんかっこいい女の子好きなのね。そうなんですよ、あの結構前から言ってるんですけど、私本当にショートの女の子が大好きでオタクしてるんですけど、そうめっちゃいいよねっていう、かっこよさとかわいさ両方持ってるのって最強じゃないですか。そんな素敵な人になりたい切実な思い。でもザ・かわいいを極めてる方も好きです。もう結局はもうみんな好きなんですけど、かわいい極めてるだったらホテちゃんとか。ホテは本当にかわいいと思います。なんなのあのキュルキュルした感じ。同い年で、あのキュルって感じで、お目目大きくて、そう声もかわいいし大好き。明日はホテと会うよ、楽しみ大好きなんだ。ソララちゃんも上位のクレッシェンドめっちゃ好きです。あーありがとう、にゃんたさん嬉しい。いやぜひぜひ皆さんお話ししましょう。ダンスソララも見てみたい。あーやりたいな、やってみたい。あ、逆流さんだ、ミラボールありがとうございます。ありがとう。そうなんですよ、大西さんと岡田さん、岡田奈々さん、すごいもう私の中でドンピシャでありがとうございますって感じで、そう写真撮ってもらったけど、そう撮っていただいて写真を結構眺めております。と可愛く写真をコラージュして録画にしてるんだ普通に好き、オタク入って申し訳ないです。こんばんは、さらちゃんもショート似合うんじゃない。ありがとう、人生で一回やってみたい。そう今は可愛いを極めてる
途中なので、途中途中わかんない、でもどっちもできたら最高だよねっていう私の願い、思い。学位選抜、そうなんですよ、イケメン選抜がとても私もうリハの時からもう静かに湧いておりまして その当日もみんなで絶対これを見なきゃと思う、そう言ってた、モニターの前に。あれはね、絶対見るべき。あ、ちさちゃん、ミラボールありがとう。ありがとう。めっちゃね、かっこよかった。でもなんかあの衣装で、あのビジュアルで、なんか、そう、私たちの前を通り過ぎた時の、わっみたいな。もうみんなすぐ反応してました。いるよ、いるよ、とか言って。どんだけ好きやねんみたいな そう、プライオリティ最高でした。もう毎日聞いています スララの椅子、勉強の椅子、イエス、そうです、ここ勉強机です。すごい楽しそう、外の人 そろそろ可愛いよ。ありがとう。嬉しい。そらちゃんも王道可愛いなのにかっこいい持ち合わせてるの天才。やったね。嬉しい。やったやった。嬉しいです。あ、そうね。イーケンの ASMR の言葉、もうちょっと、静かにこう。ささやく感じに言いたかったんですけど、やっぱり結構なボリュームの演技やってたらいきなりちょっと入れなくて申し訳ない。もうちょっとできた気がする。あれだけの人数の班、緊張しなかった？緊張しましたよ だって1万以上いるのかな、あれは。分からんけど、分からないですけど、どうなんですかね。ドキドキでした。波動でいい写真撮れるように頑張るね。ありがとうございます。私も可愛く写れるようにします。します。可愛く写れるといいな。ドキドキ。いやですよね。イケメン選抜はもうキャキャ言わない人いませんよ。今回の柔軟だけみんなめっちゃ可愛いですね。びっくりした。嬉しい。ありがとうございます。みんな喜ぶわ。そう、私たちのご褒美でしたね。あれは。それらほんまに。好き、かわいい。ありがとう、サクさん。嬉しい。私も好き。嬉しい。みんなありがとう。たくさん褒めてくれるやん。やったね。やったね。17期の曲、素敵ですよね。本当に。17期っぽくて。ぜひぜひ、聴いてください。本当ですか？完璧でしたか？ドロップ屋でさん？ドロップさん？だって、あれ？前屋でついてたかな？どうだろう？そう。ね、早く昇格できるように頑張りたいと思います。トラちゃんどこを切っとっても可愛い。嬉しい、そんなことは。あ、浦川さん、夜勤もありがとうございます。ニーニャさんも、あ、尊い、ありがとうございます。ね、私皆さんの時間と合ってません。コメントは。申し訳ないです。その代わり皆さんのコメント一つ一つ見てるので、安心してください。止めてる、コメント。何回も言うけど、理解して。申し
し訳ない。受験終わったら絶対お話会行く。あー待ってます、ぜひ。受験生なんだ、何歳だろう。紫が似合いすぎる、ありがとうございます、嬉しい。紫大好き。だよね、屋根ついてないよね、そうだと思った。さあちゃん褒め褒めたい。あーありがとう、みかちゃん。あ、みんなありがとう。よしさんも、えさっしーさんもありがとうございます。そう、コメントじっくり読んじゃう。もちもち圧かけていこう。ごめんみんなさん、申し訳ない。そうだね、 AKB は役推しだったけどソララ推しになりそう。ぜひ待ってます。嬉しい嬉しい、くれてごめん。こんばんは、いつもくれてる。いつもくれてんの面白い、全然いいよ、ありがとう。ソララ高3だよね、同い年で嬉しい。わっやったー、同い年だ。いやー嬉しい。ちょっとお迎え行ってきました。おお帰りなさい。話し会取ったんだけどめっちゃ緊張します。そんな緊張しないでください。あ、キツネさん、あれですね、私全然普通に喋るのでこんな感じでいろんなお話しましょう。あ、アンキさん、ミラボールありがとうございます。ニコもありがとう。坂さんも夜勤もありがとうございます。塾もありがとう。そうなんかね、逆に普通に本当にお話し会はいろんな方がいるんですよ、だから安心してください。ならお話ししない方いらっしゃるので何人か、面白いですよ、本当に楽しいです、笑って終わってハッピーって感じ。本当に笑い合って終わるだけとかありますからね、全然。でも私は楽しいです。そうね、初めてだとやっぱ緊張するよね。私も多分、私が初めてだったら絶対緊張する、ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう。キリン、ゆきりちゃん、ヘタピンクの話してる、してますか。ドキドキ。ナナの親父さん、おじさんか。今日のファッションだから、ファッションは別にあれなんですよ、ただの紫の T シャツ。ファッションなのかこれ、もう対して対してですね今日。あ、いつもそうだよ、もちろん覚えてます。いつもだいたい遅れてごめんのコメントします、覚えちゃう。そう、ファンレター受け取っております、劇場でいただいております。皆さんいつも送ってくれてありがとうございます、いつも読んでおります、大切に。皆さんの思いがとても伝わって本当にラブでございます。はい。お話か、初めての時全然何でも大丈夫ですよ、本当に何でも質問されたら答えますし、全然あの静かだったら私から話しかけちゃうタイプなので。そうなの、かわいいでしょこのお洋服も。てちゃんとのお話し会、かわいすぎ、かわいいねを連呼して終わった。それでいいんですよ、だってホテチかわいいやん。私も絶対ホテのとこ行ったらね、え待って、ホテちゃん今日もかわいい、えかわいすぎない、どうしたのってなっちゃう。
安心して、みんな同じ絶対。うちの布袋は可愛いです。あ、そうだ、あれ、愛ちゃんから、愛ちゃんからもらったんだ。よいしょ、何でも何でも持ってくるし、机にすぐ置いちゃう、いろんなもの。じゃん、ラッコー。よいしょ、たたたたた、足やったわ今。ラッコもらった、愛ちゃんからもらった。いつもいろいろくれてるからありがとうって言ってもらってくれ、そう、いただきました。佐藤家ラブ。そう、舞ちゃんのお姉ちゃんに、お姉ちゃんにとかそう、武道館の日星をつけてもらいました。嬉しいね。ゆきちゃんに、そわちゃんがイケメン選抜目指してるって教えたら反対笑ってたよ。ゆきちゃん、ゆきね、ゆきたん、どっち、ゆきちゃん、ゆきね。でも最近あれですよ、みんなみんなでイケメン選抜狙ってんの面白いこの間もみんなで話してて、そう、あいちゃんとかのんちゃんとかもみんなで話してたんですけど、いや何々はないだろうとか、何々はなんとかすれば大丈夫だよとかみんなで話してた。ん、全然その時は受け取ってないですね。あ、本当ですか。全然何でも好きになったきっかけでも全然教えていただけると嬉しいですね、ラッコなんだ。すごい、ラッコがすごいたくさん、ありがとうございます。わ、ドキドキしちゃう。褒めていただいてるらしい。あ、ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう。本当ね。いやだ、ちょっとどうしよう。どうしよう、ドキドキしちゃう。そんな褒めていただいてるなんて、こんな。もっと頑張ります。もっともっと頑張ります。明日は学校だね。みんなで頑張っていこう。嬉しい。あ、太田ゆき？あ、太田ゆきね、ゆきたんって言って。太田ゆきはね、太田ゆきはね、とか私ゆきたんとも仲良しなんですけど、ゆきたんは面白いです。本当にギャップが最高に面白い。いやでも私声だけではいけると思うんだけどな。ゲメン選抜。歌声だけだったらいける。思ってる。勘違いやろう。マジで面白い。嬉しい、みんな褒めてくれる、嬉しい。私もかっこいい、かわいいになれるように頑張ります。もちろん見ます、キリンさんの YouTube。 泣いてる、わかる。のんちゃん剣道してるとき絶対イケメン。いや、あの身長はずるいんよ、ずるいんよ。羨ましい。
よいしょよいしょ。ね、10月ね、ハロウィンコスプレ、なんかコスプレしたいよね、みんなするって言ってたから、私もなんかしたいな。なんかみんななんかあんのかな、何がいいとか分からんけど。ともさん、たくさん、だるまさん、ありがとうございます、ありがとう。ブルクルクセンブルクさんも左足痛いおもろい、たこさん、ありがとうございます。お話し会申し込みました、ありがとうございます、待ってます、こんばんは。素朴な疑問だけど、ラッコって寒くないのかな。私に聞かれてもね、ラッコちゃん寒いのかな、ドキドキ。嬉しい、アーカイブ残してくださるの嬉しい。ショールームで見れてないから後で見ます。みんなも見やんね、一緒に。おたゆきフルネーム呼び。仲いいですよ、仲いいから本当に面白い。ゆきたんマジで好き、結構プリとか撮ったりする。半袖寒くないよ、上着着てたさっきまで。さあちゃん声イケメンだもんね、ありがとう、わーい。ちょっとイケボやって、ちょっと無理やな、ちょっとさすがに顔もイケメンよ、やったー、歌声マジでかっこいいよ、ありがとうございます。嬉しいです。昇格してショートカットにして紫染めてイケメンになるは面白い、謎に紫なの面白い、紫なのね。嬉しいでございます。あ、そうですよね、やっぱりジュンクレソラちゃんイケメン、ありがとうございます、嬉しい。あ、ちさちゃんハートたくさんありがとう。ラッコのコスプレね、難しそう、ラッコのコスプレは。ドキドキ。ありがとうございます、たくさん皆さん言ってくれてる、ありがとう。ソララをしに来ました、ありがとうございます、ありがとう。25日の夜公演行ったけどめっちゃかっこよかったよ、ありがとうございます、やったね。そうね、ピンクと紫で、そう、かっこいいとかわいいを両方持ち合わせましょう、頑張ります。はじめまして、マーシーさん、ありがとうございます。決めていく人。あ、29日ね、あり、悩むな、でも全然持ってないんだよ、全然というか何も持ってない、本当に何も持ってない。コメント、そうね、AKB の新しい推しできた。今日めっちゃコメント、今なんか私飛ばしたのかな、コメントすんごいついてきた、コメントが現実今の会ってきた皆さんと。
ラッコ、そうね、貝殻を持つの難しいわい。こんばんは、こんばんは。かっこかわいい、つらちゃんをこれからも見たい。あ、ありがとうございます、しゅうさん。2回もありがとう、来てくれて。ちら、え、最近、結構ちらを送る人多い。ちら、覗きに来る。そう、いいな研究所の猫さん。猫さん、かわいいですよね、あれ。漏れたかも。そうね、逆に普通の服ね。あり。頭だけつけていくとか。ありあり、賛成。あ、クッションね、クッションね。あ、本物じゃなくてクッションね。理解。まあ、2000人の方、ありがとうございます。見てますか？見えてますよーってね。なんか食べようかな。あー、レースもいいね。ありだわ。おいしょ。おいしょおいしょ。なんか食べていい？食べようとする。ちょっと待ってね。もう3個しかない。うん。うん、劇場の一番後ろにいても空の位置は見える。見えますよ。見えてます。アピアピしてください。かわいい笑顔、嬉しい。今日グミ食べてる。グミおいしいよ。2個しかないハニーグミ。これなんかパッケージ可愛くて買ったんだよね。可愛くない？みんなに言ったらびっくりされた。パッケージ可愛いで買う人なかなかいない。ダメダメ、すぐ食べようとする。ダメ。さらちゃんおしゃれさんだからいつもお話し会の時服迷う。全然全然、なんならパジャマとかでも着ていただいて大丈夫ですよ。 大丈夫ですよと言って。さっちゃん、いやだからちさちゃんは普通に可愛い。マジで可愛い。いや思うんですよね私。いや本当に女の子のファンとか来てくれるときにすごい可愛くて、逆になんかありがとうございます、こんななんかって感じ。すごい可愛い、みんな可愛くしてくそう来てくれたりもするし。でも私は全然パジャマとか置きたてでもウェルカムです。会えることが嬉しい。チオロルム中よく、食べてるかも。山崎グミではないですね。ハニーグミですね。ひなだけだとそら調子だよ。あー、ちいちゃんさんありがとうございます。嬉しい。もぐもぐ。そう、ASMR。いや、グミは ASMR あんま良くない気がする。そらちゃん、久しぶりに来れた。あー、ともくんありがとう。マジで久しぶりだね。びっくり。嬉しい、嬉しい。かわいいよね、これね。あ、グミならコーラがいい。コーラもあるよ。持ちすぎ。あ、なんならこれもあるよ。ごめんなさいね。本当にね、持ちすぎ。マジで机に置きすぎ。でもそんな置いてない。違うケーキ。これも気に入った。
食べ過ぎです、やめてください。話し方の際めっちゃ可愛い、わあ嬉しい、ありがとうございます。ペアリでコンサート行ってたけど、そらちゃんのパフォーマンス見に泊まっちゃいました。タレちゃんさんありがとうございます、嬉しい、いや嬉しいです、そんな言っていただけて。フォローしたくなるに顔がとても可愛いですね。ハワイアンさんありがとうございます、優しいです皆さん。タンクトップでもいいですか、面白い面白いけど、かわいそらちゃん何恥ないや、かわたくになります、全然もう今のままでとても可愛いと思います。ヘタピンクよかった、嬉しい、ありがとうございます、いや嬉しい嬉しい。あ、そうなんですね、250になったんですね、250になったのか、いいよね、ズクズク全然大丈夫、ソララに会いたい役が、会いに来てまいちゃんあー嬉しい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ゆきりんさんがそんな嬉しい、わーい、いや違う違う、勉強するときは何もないですよ、今ちょうどあのリハじゃない、あの武道館中にそうグミとかお菓子を持ってってたから、そう、その余りが今机にあってそう、この配信あと何十時間しますか、面白いね、あとね、あと10分嘘、あと14分ぐらい、配信来るの遅くなりました、ごめんなさい、いやいや全然ですよ、のんちゃんと仲いいの、はい、なんてみんなと仲いいんですけど、最近のんちゃんがすごい来てくれて仲良しですのんちゃんかわいい、あ、ゆうじさんありがとうございます、待ってますね、ドキドキ、いや本当にお菓子に囲まれて勉強はさすがにしないわ、サインとか決めた、サインあるよ、ついめっちゃ見つけやすかったですか、ありがとうございます、ありがとうございますっていうか見つけやすいですよね、わかる、なんかあれにしてるとわかりやすい気がする、29日オンラインだけど、そらちゃんにははじめ、あだ、うう、29日 OK 待ってます、あだ名あだ名あだ名まあ難しいな、チーム奉仕さんか難しい、スピンですか、スピンです、スピンですというか、あカラコンも取っちゃった、リップ塗っただけ、安定のね、髪下ろしてるのも好き、ありがとうございます、この間学校で言われた、友達に髪下ろしてるの方が好きだって、嬉しいそら最高のアイドルありがとう、カラコン雪だったはい嬉しい、そう、ラガン
ほぼすっぴんなのに可愛さやばい。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりしちゃった。衝撃的。高1じゃないです。高3です。高3でございます。高3ですよ、私。今仕事終わった。ハッシーさんお疲れ様です。来てくれてありがとう。スピも大優勝すぎて。好き、ありがとう。まいちゃん。長々にお目向きなありがとう、ちさちゃん。嬉しい。ちさちゃんがいいのかな、ちさがいいのかな、わからん。どっちがいいんやろ。面白い。ラガンフェチ、ラガンフェチ、そういうフェチあるの。パジャマくん、かわいい。ソララありがとうございます。かわいい。ソララ、そうですね、ライブとかは結構濃くいってますね。青色のカラコン持ってないですね、私。結構そんな持ってない。まあもうすぐランキング読まなければ。ソララはくじ引きできたの。できました。回しました。マサちゃんの前に回しました。でも弾けたことで、弾けただけで嬉しいかな。仲良くなった先輩はいる。そうですね、仲良く。私は、あ、でも愛ちゃんのお姉ちゃんは一番話しやすいかな。でもひななさんも話しやすいかも。私がなかなか話しかけられない。緊張しちゃう。どうしよう、どうしよう。でもちゃんつけちゃうかも。まあ気分によって変えよう、皆さんの呼び方。機械ラブメイク道具紹介してほしい。もちろんです。まいちゃん待ってて。まいちゃんで会ってんのかな。ちゃんつけていいのかな。ふらちゃんに会ってみたい。ふんまさんぜひ来てください。ソララの感情のない面白いが好き。思ってます。私結構こんな感じ。人見知りひどいですが、ソララの話し会に参加してもいいですか。もちろんです。全然話しかけちゃいます。なんなら笑ってます、私ずっと。話そうね。ひななさん面白いですよね。あちゃんと仲良くなってください。岡田さんと仲良くなりたい、なりたい。では読んでいきたいと思います。うわー、どこだー。どうしよっかなー。17位から読んじゃおう。はい、17位。レクイエムさん、ありがとうございます。ありがとう。16位、みつきさん、ありがとうございます。みつきさん、ありがとう。15位、ちさちゃん、そららっこ、ありがとう、ちさちゃん。14位、武田さん、そららっこだ。ありがとう、武田さん、いつも。ありがとう。13位、わたぼうさん、わたぼうさんもありがとう、来てくれてありがとう。12位、みねまつさん、そららっこありがとうございます。みねまつさん、いつもありがとう。11位、まほの呼吸さん、ありがとうございます。ありがとう、また来てくれて嬉しい。10位、玉龍さん、玉龍さんもいつもありがとう。ラブよラブ。9位、エサッシーさん、エサッシーさんもありがとうございます。ありがとう。8位、ウルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。ありがとう、ウルクルクセンブルクさん。噛んだかも今、ちょい噛みした。7位、ワイプさん、ワイプさんもありがとう。ラッコ2匹ありがとう。
はい、6位、夏目さん。夏目さん、ラッコ3匹。あ、たくさんみんなラッコありがとうございます。ラッコ。5位、アリスさん。アリスさんもありがとう、カニ。ありがとう、いつもありがとう。4位、ともおさん。ともおさん、ありがとう。3位、絶対なさかの。絶対そうでしょ。絶対そうだよね。絶対この矢印的にそうだと思うんだけど。ありがとうございます。2、あきさん。あきさんもありがとう。ありがとう。そして、1位は、ダオスさんです。ダオスさんありがとうございます。ありがとう。ラブ。ラブ。17位から嬉しいね。もちもち。最近ちょっと17期推しで行ってますね。無心音鳴ってるね。いやー、ぜひぜひお話し会来てください。ありがとうございます。こちらこそ。わーい、ラッコがたくさん飛んでるよー。これはちょっとすごいわ、すごい、あ、風強いね。スクショタイム、何がいいですか。みんなため買いました、ありがとうございます。皆さんぜひぜひ買ってください。次は170位から。あ、それは死んじゃうね。それはもう呼んでるだけで終わっちゃうね。いや、秋だね。ちょっと待って、みんな何がいいですか。ポーズをお願いします。ぜひぜひ皆さん、ラッコで、あれですか。下がろ、よいしょ、よし、よし、ラッコもちろんです。また配信します。おばちゃん今日もかわいい、ありがとう。ちょっと待って待って、みんなまだ待って、まだ行かないで、まだ行かないでとか言って、まだあと5分残ってるから安心して。ギャルピース最近しがち、これね、しがちだ。振り向いてほしい、それはもうポーズじゃないよ。ちょっと違った、ちょっと違った、ちょっともうちょっと可愛く行きたかった。なんか違う。申し訳ない。まつげ、うん、見えてんのかな、わからん。ウインク多すぎ。なんかいいボイさん。ヘタピなメイク、ヘタピなメイクはもう両目つぶっちゃうんじゃないの。わからんきた。ね。やったね。テイク2するあり。ちょっと可愛い感じでいきたい。可愛い感じかわからないけど。振り向く。どこからどこ向けばいい。ちょっと違うかもしれない。まあいいや。イケメンポーズってなんだろう。イケメンポーズ。イケメンポーズ。イケメンがするポーズって何？わからん。うん、違ったかも。かわいい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ほっぺの横で丸作るの何ポーズ、わかんない。ほっぺの横で丸、本当はこれハートのつもりなんですけど、が最近も私こうなってきちゃった。ラーメン吸ってるポーズはやばいや。静かにします。ねえ、ゴララって何、面白いんだけど。最高に面白い。元からの名前なんかな。階段ポーズ面白い。一人でするのはさすがに面白い。そうね。そういうこと、こういうこと。それはちょっとムカつくね。それはちょっとなーってならないですかね。あー、終わっちゃう。1分だって。ありがとうございます、皆さん。今日もたくさんありがとうございます。来てくれて嬉しいでございます。ね、終わっちゃう。またしたいな。てか明日は波動なので、私はボールを投げてきます。ボールを投げるというかあれですけど、みんなで頑張ります。バイバイ、みんなおやすみ。